渡来町は、三重県渡来郡にある町、南西地域に含まれる。軍名の渡来から、渡来村発足時の公募で、半数以上が希望した名称であった。2006年5月8日、渡来町役場は、個人情報及び公的情報の外部流出を防止するため、全馬独自の情報端末に、ハードディスクなどの記憶媒体を搭載せず、 USB メモリーなどの過半記録媒体も利用できないセキュリティパソコンを採用、さらに登録した職員しか操作できない指、静脈認証装置を導入した。二つのセキュリティ対策を組み合わせての実施は全国の自治体で初めてであった。衆議院議員選挙の選挙区は三重県第四区、三重県議会議員選挙の選挙区は渡来軍選挙区となっている。 伊勢茶の生産が盛んであり、渡来町で生産された茶が渡来茶と呼ばれることもある。平成20年度より、町内すべての小学校を並行し、旧内白田小学校の敷地内に渡来小学校として併合された。渡来町内の郵便番号は、北部地域が516から 21XX、南部地域が516から 12XX となっている。 町内を鉄道路線は通っていない。鉄道でアクセスする際の最寄り駅は JR 東海三宮線及び近畿日本鉄道、山田線の伊勢市駅。国道は通っていない。ありがとうございます。